どうも、今回もコラボの言い出しっぺです。ゴールデンウィークに引き続き連日コラボですよ。たくさんの方に参加してもらって嬉しい限りですね。さらに初日はデザート担当、ゆえに私が鳥です。そんな私が何を作るかというと。いやーコラボお疲れ様。いやー楽しかったですね。どれもめっちゃ美味しそうでしたね。もうお腹いっぱいで大満足ですよ。いい感じに酔っ払っちゃったわね。刺激的なクリスマスになりましたね。ちょっとやめてもらえる？お前そんなとこにポツンと立ってどうしたんだ。これから打ち上げだぞ。晴天の霹靂ですよね。私って企画者だったと思うんですけど。まあまあ冗談やんか。ジャンキーさんはデザートでしたよね。なあに作っちゃうんですか？冬ってなぜかチョコレートを欲しますよね。かと言ってだってよ。全部いっちゃうじゃん。みんな痺れ切らしてると思って。甘酸っぱいアンズジャムがいいアクセントなのよね。雑把有識者でしたか。ではぜひ一緒に。座って待ってるわね。急にお腹に隙間ができたわ。甘いものは別腹ですもの。そうですよね。よかったらぜひ一緒に。若平さんあっちでお皿の準備しましょう。美味しいデザート待ってます。私差し入れで昆虫持ってきましたけど、いりますよね。今日くらい泣いても許されるよね。卵白にグラニュー糖をぶち込んでメレンゲを作ってる間に、本日参加してくださった方々を紹介させていただきます。皆さん優しいですから紹介してくださってると思うんですよ。ですが重ねて紹介させていただきます。謝罪なので。ねえ。まずは毎度コラボを手伝ってくれてる悟りの大衆食堂さん。私が何かを企てるときはまずこの方に話をして行動に移します。今回も私と一緒に3日間投稿してくれるので、地上なのに喘ぎながら息継ぎをして動画を作ってくれました。許されないことしてるよ君。またゴールデンウィークみたいに何か縛りプレイでもすんのかと思った。クリスマスは皆さんのとっておきの料理で視聴者さんに楽しんでもらいたいからね。普段言わないこと言うじゃん。誰が代行で編集してんだ。次の方の紹介に参ります。去年一緒にメキシコの風を吹かせたレンリアのカクテルベアさん。普段私が飲んでる鉄塔に混ぜたガソリンみたいな酒とは違って、とっても美しいカクテルを作っていらっしゃるチャンネルです。先日投稿されていらした宅飲み動画で私の名前を出していただきまして、多分私のこと好きですね。意外ね君。好きじゃないんですか？なかなかエグい質問してくるわね。たった1年で何があったのかしら。動画の尺全部使ってお話しします。次の方はこちら、かの有名な SCP の再現飯を作ってらっしゃるブライト博士の SCP 料理研究室さんの海の親のゆっくりまほろさんが来てくれたわ。再現飯もさることながら昆虫食に対して大変熱心な方で、誰かさんと通ずるものがあるわね。しかも私の動画を見てカクテルを作ってくださっているのだとか、なんだか照れちゃうわね。浮気ですか？どうしてそんな話になるのよ。ジャンキーさんの動画も見てますよ。料理の参考にさせてもらってます。めっちゃ嬉しいです。今日は虫を持ってきたのでお二人に。それでは次の方。毎回いろいろお世話になりっぱなしになってる木工のマンクスお料理チャンネルさん。さすがに毎度申し訳ないので貢ぎ物を送らせていただきました。おしゃれな料理や可愛らしいスイーツも作られておりますが、時々カロリーが間欠泉みたいに振り切った料理を作られている時もあり、心配になる時があります。ご自愛くださいませ。なんで私だけお歳暮みたいな感じになってるんですか？そりゃゴールデンウィークに引き続きテーマロゴも書いてもらっちゃって頭も上がらないですよ。一周回って反り腰ですね。整体行った方がいいですよ。続いては意外と直接的なコラボは初めてだった。料理下手霊夢さんの全力お料理チャンネルさん。一緒にエイペックスもやったこともあるのに、それに皆さん気をつけてください。料理下手。これ嘘です。どれもお手軽に作れてめちゃくちゃ美味しそうです。私的にはリンゴのリゾットが熱くてですね、シンプルに料理に果物使うのって難しいじゃないですか。もう料理下手ではないでしょ。同じ画面内にいるのって意外と初めてなんですね。参加型の企画では何度かご一緒だったのに。いやほんとそうですよね。一緒にエイペックスだってやったことあるのに。エイペックスでしかコミュニケーション取れてないやつおるわ。最後に先ほどバトンを繋いでくださったオベウスキングさん。オールジャンルの料理を作られて、オールジャンルの酒を平らげる方ですね。ゴールデンウィークの時はボウリングの玉みたいなたこ焼きを作られていて、私プレモル飲みながら笑い転げておりました。ですがぶっ飛んだ料理だけでなく、バチバチにハイクオリティな料理も作られていらっしゃる方からのバトンですので、気合が入りますね。ご無沙汰ですね、ジャンキーさん。前回に引き続き参加してもらっちゃって、皆さんそうですが本当ありがとうございます。全然それはいいんですけど、もう雑把と言ってほぼ完成しちゃってません。あやべ、久しぶりの大型コラボで動画の尺忘却の彼方に吹き飛ばしちゃいました。わかった、記念賞で済んだ。すんません、作り方のところまで戻ります。卵白にグラニュー糖をぶち込んでメレンゲを作ってる間に、本題入るのに時間使いすぎだろ。鳥は何やってもいいって知らない。ならず者かよ。ここに致死量のグラニュー糖をぶち込んだらメレンゲを作っていきます。私もうちのチャンネルでよくお菓子作りますけど、即効レベルの砂糖使いますよね。見るカロリーって感じがしてエグいですよね。ですが今日は特別なコラボ、カロリーなんて考えるのは無粋ですよね。コラボ終わったらみんなぶっ倒れてるかもしれませんね。ゼロ火薬しかねえやこの人。走行してるうちにメレンゲができましたよ。結構固めに立ててます。これが生地になるってことね。卵白って余りがちだけど全卵使えるのは素敵ね。次に溶かしたバターとチョコレートを卵黄と混ぜ合わせていきます。混ぜ合わさってるのメレンゲだけどいいのかしら。やったわ。あぶねえ。
なんとか致命傷で済みました。これもう済んでないのよ。さっき入れ忘れた卵黄を入れて、よく混ぜたらメレンゲを入れていくと。さっきの生地はどうしたのかしら？泣きながら食べましたよ。強く生きてほしいわね。オーブンに入れて洗い物してる時に気づきました。なかなかしんどいわね。もう一回作り直したメレンゲをぶち込んで、最初はまんべんなく混ぜていきます。卵黄が入ってない生地はどんな感じだったんですか？アウトレットの食器用スポンジみたいな食べれるけどなんとも言えない感じでした。厳しい戦いでしたね。生地は2、3回に分けて入れるんですけど、後半はゴムベラでさっくり混ぜていきます。最後にふるった薄力粉をぶち込んだら、下から上に粉っ気がなくなるまで混ぜ込んでいきます。この一連を焼いてから気づいたのは災難すぎるわね。膝から崩れ落ちましたよね。こんな感じになったら型に流していきますよ。ここまでお疲れ様でした。一段落つけますね。そういえばまだいろいろやることが残ってたわね。そうなんですよ。失敗した生地を消化して、オーブンで焼いてる間に血糖値スパイクに抗いながら次の工程に移ります。次はさっきの生地、雑貨マッセにコーティングするアプリコットジャムを加工していきます。このままでは焦げてしまいますので水を追加、もちろんグラニュー糖も追加、ボッコボコに煮詰めていきます。なんでこんなことしてるんですか？わからないです。はい、いくら調べても出てこなくて、ですが今日はプレミア投稿、有識者がコメントに残してくれるはずです。一番腑に落ちたコメントしてくれた方にプレゼントがあります。おやおや、煮込む目安はスプーンで少しさらに垂らして流れないくらいまで煮詰めるといいらしいですよ。そうこうしてるうちに雑貨マッセが焼き上がりましたよ。いろいろもっこりしてますね。トップのもっこりしてるとこは落としちゃいます。このまま食べちゃってもいいですし、冷凍してからボロボロに砕くと飾りにもなりますよ。これを半分に切ってアプリコットジャムをサンドするんでしたっけ？そうですね。ここで使うジャムは普通のアプリコットジャムを使います。半分に切るの意外と難しいですよね。それ専用の機材があるので、そういうのを使った方がいいかもですね。この甘酸っぱいジャムが加藤パンチと相性良さそうですね。チョコレートとフルーツの酸味ってよく合いますよね。ですが忘れてはいけないことがありまして、このジャムもこれからギシャ掛けするジャムもありえんぐらい砂糖が入っていることを。聞いただけで鼻血出そう。ジャムを塗ったら雑貨マッセでサンドして、アプリコットジャムをギシャ掛けしていきます。圧巻ですね。カロリーをカロリーでコーティングしてる感じが。もうもしよかったら打ち上げ会場予約しておきますけど、ちょっと待ってもらうことはできますか？コーティングを冷やし固めてる間に、今度はグラズールを作っていきます。なんか聞き慣れない用語が出てきましたね。ケーキの上にかけるグラサージュショコラみたいなやつですよ。そういえばおでんさんもミラーケーキの時にやられてましたよね。ジャンキーさんも雑貨取る手をひっくり返さないように気をつけてくださいね。言葉の重みが違いますね。チョコレートが沸騰してきたら、一部取り出して結晶化させていきます。結晶化？私の時はそんなのしませんでした。よくあるグラサージュショコラと違って、結晶化させて舌触りをざらつかせることがグラズールの特徴らしいですよ。らしいってことは調べても出てこなかったんですか？いや、マミゾーキッチンさんに教えてもらいました。わし力伝じゃぞい。これ間違いないやつだ。我が家には台なんて立派なものないので、バットの裏側でやります。こんな風にチョコレートを冷たい場所で練ることで、中の砂糖が結晶化して独特のザラつきが出るのじゃ。料理人とパティシエで共闘するの強すぎでしょ。いい感じのマットな色合いになったら、元の鍋に戻していくぞい。元の鍋も連鎖的に結晶化が進んでいくからのう。教えていただきありがとうございます。テストだけだったけど楽しかったぞい。あとはババッとチョコレートをぶっかけて盛り付けていくだけですね。そうまそうじゃん。チョコレートもびしゃがけしちゃって。チョコレートなんてかければかけるだけいいですからね。まんべんなくぶっかけたら盛り付けていきましょう。お待たせいたしました。雑貨トルテの完成です。皆さんでぜひお召し上がりください。ベリーにクリーム、チョコレートに合うものも添えてあって、血糖値スパイク促進剤ですね。メレンゲで作られた生地だからとってもふわふわですよ。それではクリームを添えていただきますね。打ち上げ会場一人追加か。調理過程を知ってるからこそ驚くほどの口当たりの軽さ。こんなに食べやすいと比喩抜きで言っちゃいますよ。ダイエットって無価値だよな。悟っちゃったか。アプリコットジャムの酸味がまた相性良すぎだろ。無事完成できてよかったです。初日はこの動画で終わりですが、また明日も明後日もクリスマスコラボの動画が投稿されますので、ぜひリアタイでご視聴してくださいね。それじゃあ、またね。